番長ミルクです。今回は赤坂アクトシアターへ舞台ハリーポッターと呪いの子を見てきました。東京の赤坂駅はハリーポッター一色、ハリーポッターの魔法の学校のカラー4色になっていました。また劇場近くには専用カフェもオープン。もう看板からしてテンション上がるよね。この建物も心なしかハリーポッターぽかったです。赤坂駅から劇場まで歩いてみます。ハリーポッターの舞台版はかなり前から注目していた作品で、見て、ここが劇場なの。劇団四季出身の先輩女優さんが出演されているということで今回は見に来ました。もう絶対に見たいと思ってたので今日は本当に楽しみにしてました。劇場の周りもすっごく素敵だよ。ハリーポッターって一目でわかるよね。ワクワクするわ。赤坂駅に到着したのが開幕10分前。全然時間がなかったのでかなり焦ってます。今回も一人で観劇に来ました。一人とか二人で見に来てる人がねすごく多かった印象です。このポスター結構好きなんだけど期待感上げるよね。さて、私は自撮りをしながら階段を上がってます。もう YouTube 歴がね長くなるにつれて恥ずかしいとかそういう気持ちね随分減りましたね。むしろ取材したい、伝えたいっていう気持ちがもうすごく強くなるんですよね。藤原竜也さんは9月末までの出演だったそうなので、現在のハリーポッターは向井理さんと石丸幹二さんの2人です。今回は元劇団四季の石丸幹二さんの公演にしました。まあお話ししたことはないんですけど元式の先輩ということもありまして、さてようやく劇場に到着です。劇場の中ねめっちゃおしゃれでした。ハリーポッターの世界観はすでにロビーから始まってて、見てこの本棚めっちゃおしゃれ。デザイン画もかなりたくさん飾られていました。これはね魔法のステッキのデザイン画だと思うんですよね。かなり細かくデザインされてますね。それぞれのキャラクターのデザイン画まで展示されてました。多分これハリーポッターかな。でこれは多分ハーマイオニーだと思うんですよ。でこれは多分ローン。本当にハリーポッターって制服のデザインが本当にすごく素敵で、それぞれのキャラクターが引き出すデザインでした。劇場で買えるグッズはこんな感じです。本編をイメージさせるオブジェがたくさんありました。もうここまでこだわってくれると本当ファンは嬉しいよね。キャスト表は本棚で表現されています。私が見た時のキャストはこんな感じでした。あまりにもさりげなくこの本棚が置かれているので最初キャスト表どこかかなり探しましたよ。ということで舞台見てきます。これ1人幕間の舞台の様子なんだけど、どうやら写真撮影 OK らしいです。ハロウィン間近なので劇場近くはすごくたくさん飾り付けがされていました。劇場の周りはこんな感じでした。これストーリー用に撮ったんですけど、見て人すごいたくさん、客席は満員で拍手喝采でした。かぼちゃとかもね飾ってあるので、劇場はここだよっていう人いっぱいいるでしょ。私赤坂駅周辺に来たのが本当に10年ぶりとかで、物珍しさもあってテンション上がってめっちゃ撮影してます。これよく見たらこのオレンジ色のオブジェ赤坂って書いてて人がたくさん座ってたよ。帰り道にハリーポッターカフェ寄りたかったんだけど、よく覗いてみたらもう満員で今回は諦めました。また次回ぜひ。あとこんなハリーポッター魔法どころっていうアイテムショップもありました。ですごい人気みたいで予約制だったので入れなかったんですよね。ほんと残念。ふと振り返るとこんなフクロウのオブジェもありました。でこれね和訳この後ちゃんとしたんだけど、ダンブルドアのセリフで、夢の中だけは完全に自分だけの世界じゃって意味。さりげなくハリーポッターの世界観を見せてくれるって本当素敵な言葉だと思いません？はい、辛口レビューとハリーポッターの出演者インタビューは次回の動画で。チャンネル登録してみんな待ってて。